沖縄県民のお出かけを応援するサイト、チュラトクの強化と、ノアと、ロサキです。本日は、名護市にあるイナホファームさんに来ております。ここでは、乳牛の 0.8% しかいない、貴重なジャージー牛に餌あげ体験をすることができるので、今日はその体験をしていきたいと思います。来る時ちょっと大変だったね。だいぶ山道だったね。途中に看板もあったので無事たどり着くことができました。チュラトクではこのプランが沖縄県民価格で予約を取ることができます。さらに動画の途中で出てくるキーワードを入れるともっとお得になるという交渉をご用意いただいたので、最後まで動画をチェックしてキーワードを入れてお得にプランを予約してみてください。リンクは概要欄に貼ってあります。それでは出発。反対も転ばないでよ。こんなんで大丈夫ですか？名前行こう。見えたと思う。あ、見えました。奥の方に今いるので、そっちの方まで入っていっちゃおうかなと思うので、はい、歩いてもここ乗ってもらっても、はい、いいですか？やった。楽しいこういうの。お、うちさんが見えてきて。あ、すごい。鼻息すごい。結構力強いです。勢いがすごい。すごい、こんなに身近に牛さんが、この体験なかなかできないですよね。うん、動物園とは違うね。触れちゃうもん。来た来た、なんかちっちゃいけどなんかでかい。ちっちゃいけどでかい。ちょっとこれは葉っぱじゃないんだ。どうせ前でかい。よし、戦いだ。頑張れ頑張れ、負けるな。全然うんこ匂いはしないです。もあの土って感じ。臭くない。本当だ、全然臭くないです。ここまで可愛いというか、最初だけじゃ飲ますんで、すぐに交代で。ありがとうございます。かわいい。もうこの時にこうやって撫でたり触ってごらん。かわいいね。勢いすごい。体験終了しました。なんかこんなに間近で牛に触れ合える機会はないし、ちょっと迫力満点でちょっと怖かったんですけど、すごい楽しい貴重な体験だったなと思います。子牛のミルクあげ体験はすごい可愛かったです。沖縄は海っていうイメージが大きいけれど、やっぱ山、壮大な敷地、名護市も見れてすごい感動してます。めちゃくちゃ良かったですね。冒頭でもお伝えしましたが、チュラトクではこのプランが沖縄県民価格で予約を取ることができます。でキーワードを入れるとさらにお得に予約ができるよとお伝えしたんですけど、そのキーワード浦崎さんから発表していただきたいと思います。お願いします。ジャージー。はい、備考欄にジャージーと入れてプランをお得に予約してみてください。それではまたね。ママバイバーイ。疲れてます。